さあ今日はデイリークエストやっていきます。良さそうな場所があるんだよね。まずここ果ての荒れ地だね。ここは星なき夜の262が出る可能性がある。ここは行きましょう。そしてもう一つ、ここパンダの高原だね。ここに行ってみたいと思います。まずはこっちからサクッとクリアしちゃいましょう。ここの変更点がペットが2、そしてハスクに代わって毒の蜘蛛持ってるってやつ、楽勝だね。お、いきなりキャプテンいるぞ。こっちか、こっちだね。いた。お、いい感じいい感じ。いきなり1体目がいた。死にそう死にそう。なんだ、いきなりのナイトモード。嘘でしょ。まあこんな感じでやっていきます。あ、矢は結構出るな。別に増殖せずにいけそうです。あれ、キャプテンが1体いなかったな。あ、いなかったいなかった。全部で5体でしたね。まあまあ5体でも260台は確か出たと思うのでいいか。まあとりあえずクリアですね。それでは報酬はどうでしょうか。まずは弓だっけ。ああ、厚さの鞭か。で次だよ。なんだ、汚れたクロスボウ。まあ260でまあまあまあいいやつではあるね。よし、じゃあ次果ての荒れ地行きましょう。ここが速度 50% 増加の、ゾンビに変わる。で衝撃波を持ってるか。まあ別に大丈夫じゃない。まあ出る変更点次第で。敵も別にねそんな強いやつはいないんで大丈夫かな。うん、まあ問題はあれだな、変更と、浮遊攻撃のシュルカーだよね。あれが結構嫌なんだな。あれがなければまあまあまあいけるちゃ思うんだけども。キャプテンいるかな。まあまあまあ多分いるでしょう。探していこう。お、キャプテンいましたね。もうなかなかいないからね。上の方にいたね。神秘モブダメージ 140% 増加。ああ、まあまあきついきつい。でこっちの先にはいないか。洞窟もなしだね。あと1体ぐらいは多分ここにいると思うんだけど、反対側かな、多分いるはず。ちょっと待って、あ、違う、あ、いた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 、こっちだ。ここね。あ、いたいたいた。ちょっと待って、倒しにくいな。 140% 上がってるからもらえば一撃で終わり。で脅威まあ大丈夫でしょう。あと4体いるかな。できればいてほしいんだけど。まあ、探しながらちょっとやっていきましょう。いるかな。いたいたいた。ダメだ、ついでに倒せなかった。よし、 OK。 脅威か。この先にもまだいるかな。これまだ終わりじゃないよね。ボスいたっけ。うん、違う違う、ボスはここはいない。ラスボスはこことも、もう一個のとこだもんね。ということはこの中がまだあるか。うわー、この狭いところでちょっと嫌だな。よし、一発もらえば絶対死ぬ。よし、 OK。 この先に多分3体いてくれるかな。あ、エリトラのところか。となるともうちょっとで終わりだからね。いる？いるか？ちょっと怪しくなってきたかもしれない。あ、待って、
あ、いや違う、いないわ。これ違う、ただの教習イベントだから違うね。まあエリトラ取って飛んでいきましょうか。ここ確か島が結構分かれてるもんね。あ、いやでもないだろうな。反対側ある？いや、いないね。いないいない。こっちもいないね。やばいな。まあ、3体でも、まあ、悪くはないんだけども、できればもうちょっといてほしいんだよな。よし。この先、あ、まだ、あ、まだあるね。まだある。あ、そうか。ここか。こう長いところだ。あれ、そろそろこれ、ゴールじゃないの？ここ登っていったら、え、ゴールだよね。いた！よし！オッケー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 。いたいた。神秘、何？モブの速度 50% アップ。おー、オッケーオッケー。で、さらに洞窟を発見か。この中にいたりする？いや、いないな。いや、反対側なんもなし。となると、もう、ないな、これ。22か。まあまあ、4個あれば、260のやつは出るだろうし。いいか。もう、この先なんもないよね。やば。虚無になった。大丈夫ね。あとはもう、上に登ってクリアだもんね。よし、クリアです。アイテムもいらないやつは売っといて。4つか。どうでしょうか。先の見えない一歩を取るごとに。それでは報酬いきましょう。最初が、ピンクスコーンドレル。次だよ。次なんだ。星なき夜。あー、悪夢の刃。ちょっと微妙な感じだな。バーストゲイル。惜しい。惜しいね。まあ、使いません。見てみましょうか。悪夢の刃。いや、回復がついてないね。いりません。これは、お供え物にしよう。ピンクスコーンドレル。クールダウンショットなし。バーストボーストリングもなし。いらないかな。で、ツタノムチは、毒毒か。微妙だな。攻撃スキルがあんまり入ってないので、これも、お供え物です。では、最後。汚れ。いや、よくないね。いらないか。いらないね。はい。まあ、とりあえず、今日2つクリアしましたけども、いいやつは出てないですね。お供え物にしていきます。